文化放送からお届けしております特別番組もっと一緒にラジオで浜祭りスペシャル2021大竹まこと VS 吉田照美今年もやります浜祭りチーム対抗戦大竹まことさん壇蜜さん伊藤麻子さんそして伊藤志郎さん吉田照美さん増田岡田岡田圭介さんお天気のりさん水谷かな砂山慶太郎アナウンサーラップの、ね、動揺が止まりませんがそしてスペシャル解説ドラッグクイーンのドリアンロロブリジーダさんリル・グランビッチさんと一緒にお送りしております。3時またいだ伊藤志郎さんがメイドちゃんになってメイドの格好になっておりますよ、はい、YouTube 配信でご覧になっている方ぜひチェックしてください。4つ目映んないかな、はい、キャメラがぜひ映していただきたいと思います。光っちゃってここで光っちゃってここがもうそこは天国みたいじゃない天国じゃない白い先ほど、リル・グランビッチさんとお話をしていたんですけれども、はいはい、何か岡田圭介さんに大変ご興味を持たれているようで、はい、なんか先ほどねもうずっと私楽屋の時からエッチな目で見てたんですけども、エッチな目で先ほど俺はうなぎだとおっしゃった瞬間にちょっとなんかうなぎなのと思ってね、しかも電気うなぎ何の話ですか、電気うなぎですね、何の話ですか、何の話ですか、本当に昼間ですよ、ね、エロチックな方だわと思って、昼間ですよ、じゃあ後ほど直接交渉していただきたいというふうに思いますけれども、はい、ぜひぜひ、現在大竹まことチームが1ポイント吉田照美チームが2ポイントということで2対1、吉田照美チームが1点リードしております。さあ続いては4回戦に参りましょう。伊藤麻子 VS 伊藤志郎という対決になります。お二人はクイズで対決となりますが、出題は文化放送のリスナーの方には大変おなじみこの方からです。どうぞお聞きください。こんにちは。平日朝5時から放送中、おはようテラちゃんパーソナリティ寺島直政です。伊藤志郎さんと伊藤麻子さんにクイズを出題いたします。伊藤志郎さんと私はあっぱれワイドの時のニュース担当だとか、もう本当に伊藤さんご無沙汰しております。公私ともにお世話になりました。桃もいただいたりしてごちそうさまでございました。伊藤麻子さんとはテラちゃんの飛び出せハッピータウンというね、番組の一緒にこの仕事をさせてもいただいたという、一回だけスプーンを持った記憶があるんですよね。いやー酔っ払ってよく覚えてないですね。まあでもそんな感覚です。二人とも大好きでございます。ということで私寺島のことをよく知ってくださっているお二人に出題です。クイズテラちゃんを探せ。私唯一の芸とも言われております鳩のモノマネをいたしました。今からですね4話のこの鳩の鳴き声をお聞きいただきます。どれが私寺島の鳩か当ててください。お二人だったらわかる。はい、寺島直政アナウンサーご本人と他3名の方合わせて4人の方に鳩の真似を事前にしていただいています。それを聞いてどの鳩が寺ちゃんかを当てるチャレンジ、伊藤志郎さんご自信のほどはいかがでしょうか。うん、これ当てたからって偉いとかそういうことはないそういうことは特にはないですね。はい、確実ですね。はい、伊藤麻子さん伊藤志郎さんとの対決になりますが心意気はどうでしょう。そうですね、やっぱ寺島さんにすっぽんをね若手時代にご馳走になってますから、はい、初めてフルコースいただいたんでね、あの元気をまだ体に残ってれば頑張れると思います、はい、20年ぐらい前ですけど、ね、赤羽でしたね、はいはい、さあそれでは伊藤志郎対伊藤麻子の芸能界地獄耳の伊藤対決早速参ります。1回しか流しませんのでよく聞いていてください、はい、1回しか流しません、はい、クイズテラちゃんを探せ、寺島直政アナウンサーの鳩のモノマネを当ててください、はい、まずは1番の鳩です。プル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 、あ飛んでた、あ飛んでた、これが4つ続くの続いて2番の鳩です。うまいんですよね寺島さんは唯一のゲートおっしゃってたからね。なんか自信がなくなってきたな不安そうな顔している伊藤志郎さん、なんだろう。続いて3番の鳩です。あれなんか気のせいだろ、人の力じゃないなんか洗濯機の音じゃないの洗濯機
洗濯機じゃないです、そして4番の鳩です。プル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 、走ってった感じします。最後走ったよね。皆さん鳴き声からの羽ばたきという凝りに凝ったクイズの出題ではありましたが、お分かりになりましたでしょうか。では伊藤麻子さんから何番がテラちゃんの鳩のモノマネかお答えください。まあシンプルだったけどお上手だなと思ったのは1番かな。1番が寺島直政の鳩のモノマネ。ちょっともうこれは分かんない。それでは伊藤四郎さんはいかがでしたでしょうか。同じ人言っちゃいけないのね。大丈夫です。構わないの。いや、はい、1番かなと思ったんだけど。構わないですよね。はい大丈夫ですよ。はい、お二人とも1番という。1番だろうこれは。はい、うん、どう考えても、そうですか、はい、ちょっと4番が誰かを先に知りたいぐらいですよ。はい、4番競ってたよね。では正解発表といきましょう。はい、まずは、3番の鳩からいきます。いやそれ大丈夫よ。3番の鳩は名乗れるの。この方でした。はい、ここに はい、実はこれ本物の鳩です。わかってますよ。うそー、わかっとるわ。そう、明らかにありがとうございます。盛り上げてくださって騙されたよく真面目な顔で言いましたよ。さあ本人、逆にだから難しいのよ。残り3つの誰か、ね、本人登場したからね、今ね。はい、続いてじゃあ2番種明かしといきましょうか。はい、2番はこの方でした。この声は阿川佐和子でした。ちょっと待って、いやなかなか難しいもんですね。でも寺島さんがどういう気持ちでこういう趣味をお持ちなのかとんと理解できませんけども、ね、今度は鳩としてこちらの番組にもおいでいただきたいと思います。毎週日曜日朝10時から2時間の生放送、阿川佐和子と深川亮、日曜のほとりもよろしくお願いいたします。さあ伊藤四郎さん、伊藤麻子さん、私阿川佐和子の鳩いかがでしたでしょうか。あのちょっと意外な方だったんで、そうですね、まさか阿川佐和子さんが鳩の真似をしたということになりますが、はい、これで1番か4番かという選択肢が残りましたが、1番だったらお二人とも正解、4番だったらお二人とも不正解ということで、まずはでは4番の鳩のモノマネはこの方でした。プル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 、いやこれプルプル、これ走ってるね。この声はロンドンブーツ1号2号田村敦史でした。伊藤四郎さん、伊藤麻子さん、はい、分かりましたでしょうか。同じ土曜日に番組を担当するお二人ですから、はい、ちゃんと聞き分けてくれたことかと思います。鳩をやれと、言われて正直ですね、できるわけないじゃんと思ったんですが、はい、やってみたら意外とできて、鳩の才能に自分でも驚いています。今後、僕の番組でもですね、ことあるごとになんか平和の象徴として鳩のモノマネをやっていきたいと思います。毎週土曜日午後1時から生放送、僕がパーソナリティを務めるロンドンブーツ1号2号田村敦史のニュースクラブもよろしくお願いします。いや、はい、田村敦史さんが鳩の真似をしていた。あれだよな、メインよりゲストがすごいってどういうことだよ。クイズの出題が豪華ということで、じゃあ改めて1番の鳩をこの方だということで聞いてもらいましょう。プル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 、強さがありますよね1番ね。この後は寺島直政でした。おはようテラちゃんは月曜から金曜まで朝5時から9時まで4時間の生放送、 YouTube でも生配信しております。ぜひ聞いてください、ご覧ください。あ、正解、はい、ということでお二方とも正解です。いや、あつし君のモノマネはね、確か吉田照美のモノマネで俺外れたんだよ、彼に当てちゃって。ああ
去年ね、あのロバの鳴き声対決をした時に、ね、でロバの鳴き声対決、テルミさんのロバの鳴き声真似した敦さんと間違えたんです、伊藤城さんがね、そうです、はい、ということでこの対決は両者とも正解ということで引き分けとなりますので、引き分けもワンポイント加えるということでございますので、現在3対2ということで吉田テルミチームワンポイントリードということになりました。さあこの後はいよいよ大取りとなります。5回戦は大将同士、大竹誠さん対吉田テルミさんの対決となります。現在お二人はプロのドラァグクイーンにメイク衣装をプロデュースしていただいて、 YouTube や Twitter などでリスナーの皆さんにもそのお姿、綺麗なお姿をご覧いただいております。この後お二人のどちらがより美しい浜松町クイーンなのかを決めたいということになりますが、お二人には伝えていなかったことが実はあります。今回負けたチームの代表はそのままメイクを落とさずに衣装もそのままで文化放送から、ちょっと待てお前それちょっと待てそんな聞いてないだろそんな話おっしゃっこうな、あんたなんで楽しそうなんだそれまだなんかあのハロウィンの次みたいな感じで俺いけるけど、あの人なのか分かんないね俺なんか上からしゃべってドンキホーテみたいな、俺は危ないかもしれないけどさ、はい、なんかちょっと危なさがなんか、まあドラァグクイーンだなっていう感じはありますよね、はい、この人は捉えどころがない危なさがある、はい、頭は小梅座ってたらこうなったんだよ俺は、首から下がドラァグクイーンということになります。はい、大将戦ということでございますので、今回は3つの判定で決められます。リスナー投票、伊藤志郎さんの投票、そして直接対決の3本となりますが、まず大竹誠さん、吉田照美さん、どちらが綺麗か浜松町クイーン対決まずは聞いたなそれツイッターでの投票結果を発表します。投票総数374票ですが、吉田照美251票、大竹誠123票で、ツイッター投票は吉田照美さん、やったやったな、もうこれでいいんじゃないの、まあ、あとやる必要ないじゃん。いやいや、まだまだ分かりません。もうリネさんとドリアさんのおかげだ。そんなに楽しいか楽しい、だから今まで女装も何とかやったけど、うん、これちょっと超えてる感じするからちょっと突き抜けたなっていう実感が、なんかこう握り拳作りたい感じ。ドリアンさん、そして、リル・グランビッチさん、ツイッターでの対決は吉田照美さんのまず勝利ということになります。二人のおかげだね、嬉しい。もううん、その通りだと思いますね、えそうですよ、なんちゅうコメントだお前早起きしたくなりましたし、ね、綺麗で、これこの範疇綺麗はないでしょこれ面白いならあるけど綺麗はないもんこれ、はい、一緒だってしょうがない、座ってたらこうなっただけだから横にいたのか塗りムラがあるから直しましょうなんて何言ってんだかよく分かんないんだよ。ツイッターでのつぶやきをご紹介しましょう。ケンケン RS さん、うん、吉田照美はヨーロッパの超有名ファッションブランドの CEO みたい、大竹さんは潰れる寸前の旅芸人の女方みたい、うん、大竹さんの悲しみ具合がすごい悲しみ、はい、月面に夢中ムーンパトロールさん、でも伊藤志郎さん、テナモン屋さんの傘の時には女方でしたよね。あ、そうだ、手を挙げてらっしゃいますが、そうです、すっとんとろりこすチャラカチャンチャン誰も知らない私と吉田照美は知ってます、私と吉田照美は知ってます。はい、時はアレナリさん、ちょっと遅めのハロウィン、それからアラン・スミシ1964さんはじいさんたち本当に何やってんだじいさんでまとめんだよ、はい、そして羽庭さん、山田アナウンサー、先輩がパンストもういいよ読まなくて、バッタバッタしてるのを見てやめちゃわないか心配、こういったつぶやきをいただいております。はい、さあそれでは伊藤志郎さんの判定も大きな1ポイントになりますが、大竹誠さん、吉田照美さん、これね、勝たせる方がいいのか負けさせる方がいいのか非常に難しいところですよね。はい、どっちがこう手が込んでるかってことですよ。いや、そうじゃない、そうじゃない、厳しいじゃないですか、もうなんか答えを言っちゃってる感じいや、どっちがこのまま電車に乗せた方が面白いそういうことね、そういうことね、天国行けよお前は大言吐きました、大竹さん、大竹誠さんの暴言になりました。何がまだまだまだ、今日は何言ったっていいって言われてんだ俺誰が言ったの提督泣かないではい、あ、さあ決まっちゃったな、どうなんでしょうか、このまま、この衣装のままでこの文化放送から去る人はどうなるか、勘弁して勘弁してくださいよ、判定します、判定します、では
絶対に電車に乗って反応があるのは、はい、吉田輝美。よし。ということは大竹誠の勝ち。よし、やった。吉田輝美さんにこの賞のままで勝ち。ありがとうございます。すんだ、はい、じゃあ電車乗ってもらおうじゃないか。いやいや、電車乗るのは俺なの。そうだよ、だって勝ったんだもん。勝ったんじゃない、負けたんだ。まだ1ポイント1ポイントでまだ同点です。まあ同点、はい、はい。あとワンポイントということですが、現在2対0で、1対1で、1対1ですね、同じポイントということになりますが、はい、うん、最後の直接対決の勝者には文化放送らしく1134ポイントが与えられるということで、勝ったらだいぶリード、関係なかったんだ。のチャンス、今までのは何だったの、何やってんのということになります。はい、それではラストの直接対決となりますが、これまで連動や相撲などかなりの名勝負が行われてまいりましたが、今回ドラァグクイーンのお二人の衣装にお金がかかりすぎまして、最後の対決にかける予算が皆無ということになります。私たちのせいなの、私たちのせいなの、はい、なんで断固抗議します。あんまり戻ってないよ。あ、そうですか。ドリアンはいらなかったんじゃないのか。一人だけでよかったんじゃないのか。ということでお二人の最終対決は神相撲ということになります。はい、いいですね。令和のようだ。スペースの中心に直径、一辺が20センチぐらいのその土俵が紙で作られておりますけれども、そこの土俵の上に神相撲をしている、そのこれから対決する吉田輝美さん、そして大竹誠さんが失礼られております。あたかもピンクの二人が裸で抱き合ってるかのような。回ししてないですもんね。回ししてない、はい。あの親戚が10人ぐらい正月に集まってんじゃないんだから、なんだか分かんないけど、なんだこの家庭的な最後、なんかこうイベントがなんか縮小矮小化していくような、これ何、紙相撲。紙相撲です。ぜひ YouTube 配信でこの勝負の行方じっくりとご覧いただきたいと思います。昨日あたりに始まる前からが裏の方からトン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 誰かが叩いてる音が聞こえてたんだよ俺には、はい、これ誰が作ったんだろうねこれね。うちらのスタッフだよ、だから。あ、そう、はい、ピンク色のその体をしているお二人が今抱き合っているという、はいはい、そういう状況です。なんでこれふんどしもしてないじゃないですか。物出しです。大竹誠さんが頬と頬を寄せ合ってあたかもハグをしているようなそんな状況になっておりますが、親父 BL っていうんですかね。はい、親父 BL。 そうですね、親父 BL という解説を。楽しいジャンルですよ。リルグランビッチさん、いいよ、楽しくないよ。何にも楽しくないよ。沈む一方だよ。固唾を飲んで見守っておりますが、はい、それでは大竹誠さん、吉田輝美さん、ルールとしては立ったままその衣装でお立ちになったまま、うん、土俵のオレンジの部分をトン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 、ああ、ここを叩くの、これ四角いところ、四隅、はい、四隅のところを、これマイクを離すの、片手で、片手でやんだよね。両方、はい、マイクフォローしますので大丈夫です。マイクを離していただいて、いい、はい、両手の人差し指で、四隅をお二人、どうだろうね、これ分かんないよね、やってみないと。はい、という形になります。なんか土俵が歪んでるよ上。細かいですね。うん、それはね、お前の目が歪んでる。心はまっすぐよ。目が歪んでる。心はまっすぐ。はい、それでは早速参ります。大竹誠 VS 吉田輝美最終決戦、ハミズモ対決、はっきよーい、残った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 、土俵中の方で投げてください。では吉田輝美が倒れねえじゃん、続けてください。倒れねえじゃん、続けてください。横並びになりました。なんか横並びになっております。危ねえな俺の。大竹やんま、はい、もうということで今回決嬉しいより寂しいよ、大竹誠勝ちということになりました。はい、最後の対決がこんなんだもんね。この第5回戦は大竹誠が勝利ということですので、はい、うん、逆転ポイントが入りますので、はい、最終的な勝者は大竹誠。やったー、強いな、ちくしょう。以上2021大竹誠 VS 吉田輝美浜祭りチーム対抗戦、大竹誠チームの優勝でした。